ってる子サボさんがねこんなにもうサボさんね平屈 <laughs> なっていうことはあ,、ね、あのメンテ終わったっていうこと安全なんくだすさすさすさというね、えー、感じでございますけどはいありがとうねサボさんね平屈なしましたよということでございますけど。タタイムキーパー、ね、タイムムキキーパーーーパパねすごいよ、うん まあだって FM コンサタイムキーパーなんかこうね雇える予算ないですからねないですそんな金があったら私に回せっていうことですからねそうですと <うん S 2> <laughs> いうことでございますんでねえサボさんはこうタダーターで働いていただくということでございますんでねえよろししくお願いします <laughs>、はい、まあそんなこうね週末があったあ沖縄あの台風が通過しても昨日今日と大雨でございます。よね明日ぐらいまで 大雨みたいでございますよ。はいあのー、台風がね、こう、まあ、今、通過中の本州のところもうん、うん、大雨、台風だと思いますんでね、こう、大雨、土砂崩れ等にね、気をつけていただければと思ってますよ。えー、サボさん、タイムキーパーは、ペロンのユミがやらんと。これとあと何秒ぐらいまで、こう、もう、早く閉めてって言わないからね。今言わないです、ね。しゃべり続けてって言います。<laughs> はい、ということでございますのでね、えー、今日ええー、7月4日、はい、あということで、第1週の水曜日、うん、FM コザスタジオ前、中央パーカーベニュー、そして国道335線、スムーズに流れております。お天気は大雨でございますのでね、えー、皆さんの地域はいかがでございましょうか。皆さんからのおメッセージをお待ちしています、えー。メッセージはこちらまで、76、え、何 ?761?761、アットマーク、f m k o j p 761、アットマーク、FMKOZA.jp、アットマーク、f m k o z a JP ままで皆さんからのメッセージをお待ちしてます、えー、それからねあのツイキャスもスタートしてますんでねコメントをよろしくお願いします、えー、今週のテーマ、えー、皆さんが目撃した私のペロン <laughs> そしてまだまだ間に合うぞ <laughs> スティービーさんのーバスでプレゼントあとね、はい、一つ聞きたいこともあるんですけど実は今日明日と、はあいらお休みなんですがみたいですねなぜかというと、うんあのー、うちの妻が はあ、また出張で九州に九州行ってるんですけどあ、なるほどね。でもね、うん、前回行った時に覚えてるかな？去年だったんですが、うんうん、ちょうど彼女が行った時に、はあ、九州で50年ぶりの豪雨だったんですよ。同じ<え>もしかしてこれ雨を呼ぶ女。女、うん、で、うん、もうその前に僕ほら。 熊本ににバイク取り行ったじゃないですかあの時は帰りに台風8号、9号、あ9号、10号、11号3つ続けてきたんですよ。で、今回、ちょうど彼女が昨日飛んだんですけど、福岡まで、ちょうど台風の進路だったっていう、すごいなと思ったのが、搭乗口でですよ、もしかしたらこの飛行機は福岡空港に発着しないかもしれません。条件付きっていうやつですよねその時は 伊丹か、はあ、あの広島空港でおります。伊丹。って通過<痛み> <laughs> し,しちゃってるじゃん。あの熊本とかね。<え>宮崎ならわかりますよ。シーブンしすぎてるな、これな。伊丹って何? <laughs>。その後どうすんだろうね。たこ <laughs> 焼き食べるのかな。たこ焼きいらないですよ。うんうん、あのちゃんと航空会社が臨時便とか出してくれるんですかね。いやー、どうなんでしょうね。これで、ね、ちょっと疑問で。 でもついたのついたわけね。とりあえず福岡きました。で、ましたもっと言えばね、多分高校生ぐらいまで彼女は星空を見たことがないって言ってて星空を見たことがない意味がちょっとよく分からい。で、小さい頃って一人では夜行けないじゃないですかだいたい怖いとかちょっとやんばるに少し見に行こうかって行くじゃないですか必ず雨降ったと。 めっちゃ最強最強悪女だな <laughs> す,ご<い> <laughs> すごいでしょ、<はあ S 2> だからもう、よし、今日ちょっとみんなでじゃあ、星見に行こうとか、友達と行っても雨だったとか、今まあ、福岡にいらっしゃるの、はい、福岡地方の皆さん、本当、大雨に,あの本当に気をつけた方がいいです、あので、ー、歴史的な豪雨降らせますから、去年あったもんな、<laughs> はいうん、ありました。 豪ありましたよ <laughs>、まあ、集中雨ちなみにそういう人ってやっぱいるんですかね、うん、晴れ男とか晴れ女とかいやスティービーさんはめっちゃ晴れ男ですよ誰がこう言おうと孫ことなき晴れ男でございますね <laughs> 誰が言おうと誰が何と言おう<ー>だから僕はこうあのもうブッキングしてと、うん、もうだから出さなくてもいいからこうあのスティービーさんいわゆるお天気要因でブッキングしていただいたら たかだか僕のギャラなんて知れてますよじゃあ,あ、野外のイベントの時は、スティービーさんを呼べばいい、うん、呼べばいいわけ、もう成功間違高い々いかか30万ぐらいでさ、中止しなくていいわけだから、めっちゃ安い30万しかしないそれ給ですかいやこれはだから、ブッキング料金だけですよ、それはもう,こうブッキングだけですよ、あのー、僕が、まあ、一応、とりあえずそこに行って、過、え、ご、ー、とか。 そそうそう腰をとりあえずこうあのかけて <laughs> っていうぐらいの料金ですそこからまたこうあの、えーね、こう拘束すると延滞料金がつくんですけどね <laughs>、まあ、それぐらいでも安いもんさ、うん、んどんだけこうリスクがかかるから野外、はい、イベントって、うん、特にあのこれから後の沖縄はね、うん、突然台風来ますからねそうですよ、うん、だって 去,去年だった AKB ちゃんね、はい、こうあのーはい、AKB 総選挙、はい、あれ、どんだけお金かかったから、で奥ですよ、ね、奥、奥ですよ、だ30万だよ、ちょっと県の関係者聞いてる <laughs> なあ、こう国の関係者の皆さんよ、さあ30、ちょっと30万、じゃあさん安いもんさ、だって、ね <laughs> <laughs> どんな番組大丈夫かな <laughs> ほら。こう、あのー、職場実習がついていってるのに。聞いてますよ。すよさあ、ということで、えー、<laughs> 今日の、おね、えー、テーマは、えー、スティービーさんを呼んだら30万円ということで、<laughs> 皆さんからの、おね、オファーをお待ちしてます。えー、まずは、大事な、大事な CM、その1、どうぞ。 詰まったからだと思うああ。<laughs> CM、OK、はい、一秒はい、どうぞ、ま、イ <laughs> こんにちはあのまずマイク持とうなこんにちはマイク、マイクって持ったことあるあ,ありますあるよね、はい、カラオケでも何でもあるよね、はい、マイクをしたのにこ,こうこう言って喋るの、僕初めて見たんだね <laughs> さあこれからはですね、職場体験のこのお三方にこのコーナーというかね残りまああの四十分強化はお任せしたいと思います。じゃあもう書いていいですか。はいどうぞ。と三里工業から来ましたイ森豪大です。イ森豪大ダくん。もうはい。かっこいいね。さあそして自分も三里工業から来ました佐渡山康です。佐渡山康くん。 はいさあそして三坂工業から来ました島袋レンですはいもうもう一回ちょっとマイクに近づけようねはいはいどうぞはい三坂工業から来ました島袋レンですレンくんレンくん五五代君そして安馬安馬くんなんかやっぱりこうねこう最近の皆さんがこうキラキラねって言うんですかねこうこう普通にあるの五代とか あ自分のはちょっと珍しいです、ね珍しい。で、同じような名前ある小さい時から。自分は見たことないです。見たことない。で、そして結構同同、ね、あっ、同性同盟え、もう一回、同姓同盟、フルネーム何だった島袋蓮です。島袋蓮って同姓同盟いるの同じ学校にいます。えー、同じ学校にいる蓮ってどうやって書くの、えっと、ハス そうですねハスですね。ああねえここいい名前だなレンってね <laughs> なんでレンって名付けたか聞いたことある？あなんかちょっと親があのなんかハスってなんか長く生きるとかなんかわかんないですけど、うんうん、結構なんかいい意味みたいなそんな意味があってなんか。 親がちょっと蓮みたいに生きてほしいみたいな、うん、そういう意味合いで連体つけたらしいです、うん。もう一ついいの、教えるよな。うん、ハスの花っていうのは、こう泥のこう中からね、うん。ねそんな綺麗な花を咲かすんですよ。<ー>ね、こういろんなこう、えー、世の中のこう災いとかね。こう、汚いこうドロドロとしたね。はい、大人の社会の中からですよ。うん、一輪の綺麗な花を咲かせるっていう、そういう意味があったはずよ。ああ<ー>。<laughs> <laughs>

もう大きい。大きく。<ー>親父を超えろと。そうそういうことです。うはで、これ超えれると思う？もう余裕です。余裕。なんか親父つらいな。<laughs> あ、でもそれぐらいの意気込みでな、はい、こうお父さんそういうつもりでつけたからね、はい、頑張っている。お隣はかぶったことないって言うけど、どどんな意味があるの？あ、自分は安の安。うん あのあれが安全ってあれなん安全に生きられる、みたいな安全に生きらや、今こう、<ー>自然災害いっぱい来るからな、<laughs> その中でもこう、ね、震度7クラスの地震が来ても、<laughs> な <laughs>、えー、瞬間最大風速80メートルぐらいの台風来てもさ、こうビルが倒壊しようがな <laughs> あのあの、津波が来ようが、安全に生きられるんだよ、君は。 なあ、ダイハードだよ、ダイハードって映画知ってる、知らないでしょうね、ダイハードってなんで、5ぐらいまで続いてるんだよ、結構続いてますね、だって去年一昨年ぐらいまであったよな、あったよ、あの主演のブルース・ウィリスってのは、ハゲたおっさんがいるわけよ、見たことないあのおっさん、絶対死なないわけよ、死なない男っていうのがダイハードなんですよ、君は現代のダイハードだよ。 <laughs> 名前だけで50分持てるな持てる <laughs> <laughs> さあ、えー、そんな三里工業高校、はいえー、なんか部活とかみんなしてんのかなちょっとこうもう少しパーソナリティを紹介してみようかな自分こんな部活があって趣味が何があってさとかこう音楽こんなのが好きですみたいなのってある <laughs> と部活は一応、うん、ダンス部に入ってるんですお、えー、ダ,ダンスってヒップホップの方 は一応ダンス部に入ってはいるんですけどやってるのがなんか最近はやってきてるんですよなんかパルクールっていうパルルクールなんかスポーツスポーツかな、はあ、フランスが発祥ではあ,、はあ、あのー、体一つでこのー登るとか走るとかバランスを取るみたいななんか、うん、あれなんかあのなんかかあれ手すりをこう飛び越えてそういうのだよな,な忍者みたいなやつでしょ。 僕はやってましたやってるけどあれ半端ないからなあれ連続していくんだもんな走りながらねこうほら手すり登ってさ壁登ったりとか落ちてからカンパチ作るのよかったよあ違うわけあれ連続だから走りながらねこうポン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 みたいな感じもう忍者だよな それやってんのまだまだ未熟なんですけどこれ何学校が認めるのこれ部活ちょっと最初部活がなくて作ろうとしたんですよそうそしたらんか責任持てない持てないよなもう絶対無理だと思うだって映像 NG の学校だぞなあそういやすごいアクティブなんだな体動かすの好きなんですね じゃあそ隣は、うん、自分は電子工作部っていう電子工作 <laughs> よくわからない部活 <laughs> よくわからない部活 <laughs> い <laughs> あなたがわからなかったらあの聞いてるリスナーのみんなわ <laughs> からないと思うからこれちょっとかいつまんでどんな部活あ<ー>、うん、何を作ってるのこう電子でこうマイコンカーなどなんかハンダなどいろいろってああプログラムで図形をしてプログラムをして 例えばこうなんかこう階段を登ったりとかする車を作ったりとかするの？うん、そうでもない。ちょそんな感じです。そんな感じ。今もすんげえこうあのめんどくさそうでもうパッて切ったない君はな。<laughs> もうこれ以上話したくねよみたいないよ。ミサト工業って電子化とかあるんですか？電子化はないですけど。ないけど電子工学部はあるんだ。はい。ねえこう,、ね、こうなんか自分で作っててこれすっげえもうテンション上がったっていうのとかある？ まだ、そんなのあれですね。なんか君は冷めてるよな、なんかな。なんか、こう、燃えるとかって、なかった、今までは、こう生きてきて。まあ。うんー。<笑><笑>爆笑したことある。そうそうそう。<れ>心ぐらい <laughs>。<laughs> そう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 。み <laughs> たとあるいな。っていあります。ある,あ,ある。あ、<laughs> どんな時、なんか、お笑い番組を見て爆笑したの。 あ、い,いえな何で爆笑した<笑>うん人が失敗した <laughs> <laughs> おいおいこらおいこら <laughs> <laughs> すっげえいじりタイプなんだな君はななあさあお隣はえれんくんれんくんこっちあるからほらねあ<ー>、はい、えっともうちょっと前なあのあ<の>いや狭いんだもうちょっとじゃあ前、はいこうか大丈夫大丈夫 だから結構やってることはあんまり安間と変わんない。変わんなくってでもほらもう安間は別に「はあはあ俺そんなテンション上がらんし」って言ってたけどレン君はんかこれ作ってめっちゃテンション上がったってことあるもしくはこれ作りたいとかってあるのああでもうん結構なんか電子まあんていうんですかねちょっと。 あの何て言うんですかねこの何て言うんですかこのなんかちょっと <laughs> これあれでしょプログラムをしてそれをこう機械を作ってそれに合うようにプログラムを書いていくみたいな、うん、あなるほどねはい、はい、ど,どっちが好きこうあの作る方が好きそれともプログラミングする方が好きどっち、うん、あでもやっぱりあのプログラミングしないとやっぱ動かないんで動かないからねやっぱ動いてるって実感を持つ だったらやっぱプログラミングしてた方が楽しい感じ、ね、ロボットとかも作る。あ、ロボットっていうかなんかこうなんですか、ね、このまあコントローラーって言うんです。なんかボタンを押したらこういう風に映像が動くみたいなそういうこの機械の部分を作るとかあ、うん、まあさっきやスマも言ったけど、うん、あのマイコンかあのあ<ー>そういうのを作ります、ね。今高校生とかのロボコンとかすごいじゃないですか。うん、す,ごすごいよな。うん もう,も,うもう10年20年前とはもも全然レベルが違う、まあ、それぐらいこうなんていうかな部品とかも安価でこうねこうあの買えるようになったっていうのもこうあの工具なんかもねあの全然こう違ってるっていうこともあるんでしょうね。 えー、ここであのおじさんたちもちょっとこうフォローしないとね <laughs> あのタイムキーパーのね、えー、サボさんとかねもう本当にこう、あのー、放送始まる前からねこうちゃんとこう計測してますからねチャンオカさんから来てますよ、うんえー、スティービーさん、モーリーさんユーミンさんおはようございますおはようは路線を変えて<お> AI ユーミンに酒井典子の夢冒険をリクエストします。 っててしるのりぴーはねめっちゃアイドルだけどめっちゃ世間騒がしたわけよ旦那さんと一緒にねそうだからこうあのねこうあの何反面教師っていうねそういうそういうことですよ。ねえめぐみ館からねまたメールアドレスっていうねお叱りが来てますね。 もう叱ってくれるのはみかんしかいないからね、はい、スティービーさん叱るのはね、えー、恋するかっちゃんから来てますよ、<laughs> えスティービーさん、モーリーさん、ユーミン、おはよう、おはようございます。ますえちゃんおかさん、その影響は分かりませんが、あお嫁さんのね、モリ、はい、の,のお嫁さん、その影響は分かりませんが、名古屋では雨ですかえ30万プラスうオプション。ョンうん、そうですよ 30万プラスオプションだからちゃんおくさんよくわかってるさすしまさんのこうすしねえー、食べ放題っていうやつですよねえこ、ー、いするかちゃん俺の嫁は雨女です必,必ず嫁を迎えむかい今日かむな <laughs> え必ず嫁を迎えに行こうと思ったら雨が降りますねえー、ちゃんおくさんからあ習うより慣れろ長いものにまかれろ <laughs> 長いものにまかれろって意味わかる みんながややっってることやっとけみたいなああまあそれに近いんだけど、まあ、権力に迎合をすれっていうことですねあ<ー> <laughs> これは別にあ,のあなたたちは覚えないでいいかもしれないね t a i さんから来ましたよ「はい、おはようございますラグフェアでサマースマイルでお願いします」うん「ラグフェアね」あのあれでしょなんかハモネップ はいはいはいハモネプかなんかからだよねそうですそうですその中のこうハーモニーのこうあの番組ですよねいろんな素人さんがいっぱい出てそうですねあのこう毛皮ななんていうの羽みたいのねこうやってあなたにタランタみたいな感じ懐かしいあの人はすんげいあの tune ウトルなんですよねそうだろうそうみたいですようんそうあの今も歌を仕事だけど喋る仕事ばっかりやってるねこの人ねうん 太鼓、えー、さん、パルクールだいぶ運動神経必要。ね、運動神経いいい方いや中学校の時サッカーやってたんですけど<う>スタメンに入ったのが3回くらいしかあいやスタメンあのその、サッカーの技術と運動神経はまたこうう別にこう比例はしないさ。うんうん、あ確かにいわゆる運動神経とか反射神経とかってそのこう体感とかっていうのはどうなの、うんあ えー、っとこういう走るとか飛ぶとかっていうのはなんか、うん、もう考える前からに人間がこうやって文明とか持つ前からあの人間がやってる行動なので、うん、なんかこっちの方が人間らしいんですよこ,<ー>こういうことしてる方が。お<ー>だから本当は誰でもできる。うん ことなんです、こ、これって、うん、磨けば誰でもできるから、うん、運動神経悪くても鍛えれば、全然。すごいな、君はな、はい、もうなんか悟ってるな。<ー>だから、あれだよ、安全に今から生きてい, <laughs> いこうと思ったらよ、一緒にやった方がいいよ。<laughs> あ、でも、ミスったら死にます。<laughs> いや、だ、違う、名前だけで、こう生きていこうと思わないでさ。瓦礫の中を、こう飛んで、こうな。こう跳ねて。やらないと、生きていけないかもしれんさ。<laughs> どなんか興味ある？あゲームしか興味ない。<laughs> <laughs> あの沖縄でいうと豆腐肉切って,るっていうか。こうのれんにこうふたなんなんなんだった？筆押しみたいなね。あ太語さんが来てますよ。最近映画とかアクション、えー、指導じゃなくてパルクール指導者って表記になってるのが多いってね。えー、サボさん。 バンパルクールやってるアルティメットっていうフランス映画あったはず見たアルティメットっていう映画は見てない見たことないですけど山かしあ山かし有名だよねあビルとビルの間が飛ぶようなそれが結構有名ですねビルとビルから飛ぶようなの部活としては多分どこも認めたごめんこれ社会人になったからやってね学校はねごめんなさいお断りするっていうはずよ どうしてもな、<laughs> うん、ね、えーな、のれんに腕を、あ腕押しか、腕押しか,腕押しか、これ、な、な、何、釘ととうに釘うに釘ってあるうに釘はないでしょあの、沖縄の言葉で豆腐に釘っていうのがあるわけよ。こう、もう、あんな柔らかいのにね、釘打ったってこう全然だめでしょっていうのはあ,あるんだけどね。 君たちモーリーさんは情報2種持ってるんだぞって CAPX だぞ知らんよキャップ X なんか知らないのキャップ X 知らんよ知ってるプログラムの名前です情報の2種を持ってるんだってこのおじさんいやいいです多分それも知らない知らないね床にぎとかねいってますぬかじゃないぬかか 一番最初見えにくいのだこう文字がかぶってしまってね、ぬかにくいです。だから、このおじさんさ、結構いろんな引き出し持ってるわけよ。本当にねこのおじさん、カメラマンもやってたし、塾の講師もやってたし、いろんなことやってんだよな、本職バーテンダーですけど、本職バーテンダーなんだけど、お酒を売ってるね、仕事してるんだけど、内地で勉強してたのは、情報工学とか、半導体工学とか。 電子音学とかでした。ほら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 。なんかこのおじさんが習った方がいいんだ。いやでもね、あれあれはね、僕は向いてなかった。あ向いてなかった。向いね。机で図面描くのが向いてなかった。なるほどね。モリーさんはバーテンダーだけどバンキン王だと。全然こう意味わからないねこのおじさんね。バンキンってこうあるだよなこう車。車がこんだ時に叩くやつ。叩きあるんじゃない？自動車家だったら。 あ未来だよな美郷工業なないといえばさ近くに有名なあのほらちちち、あのー、そば屋とこうあのなんていうのマツコの世界に出たあのぜんざいのさかなちゃん 違う違う、かなちゃんだ。かなちゃんじゃないす。かなちゃんだ。あのでっかいぜんざい。あのでっかいぜんざいじゃなくて、あのなんかこう鳥のこう、あのなんかこう。デザインされたこう。ははははは。錠剤とか。そう、彫刻みたいな。あれ、ミサト工業の近く。そうだ、あの、あの通りだよ。通りだよな。米え、そうそう、それ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 。それ。行ったことある。ない。自分はいっぱいあります。自分いっぱいある。 しいよわりとなおいしいですいつもいっぱいしてるもんなはいあれなんかあのねあ今から BC スポーツ書いてるんですね入ってらっしゃいすげえよなあれ一つずつみんな彫刻みたいにねぜんざい作ってくれるねそういうことですよモーリーさんは中城で家を探してるだからそんなんはいらないんでそこで俺の個人情報ガンガン出してるかなさあえっとね あのー、番組聴いてる皆さんねあの AI ユーミンの,、ね、のエンディング曲もこう募集してますえちなみに一応3名からもこの曲かけてほしいなっていうのはある一人一人はいはい一人一人えっと、うん、じゃあ何でっかなうん BTS の BTS、はい、の FakeLove っていう曲 BTS の FakeLove? さあ、あのおばちゃんがいっぱい書いてますよ。<laughs> 聞いたことない初見ですからね。<laughs> さあ、そして、はい。ラッドウィンプスの、まあ、棒人間。棒人間。ラッドウィンプスはな、まあ、FM コザでもね、よく来ると、棒人間。さあ、そして最後、はい。 なんか自分、あんまり曲とか聞かないんで。知らないんで、うん。なんか、大きな栗の木の下でとか。いいね。どうよ。なんでもいいっすよ。後で思い出せたばいいよな。ということで、皆さんからもお待ちしてますんでね、よろしくお願いいたします。さあ、ここで CM その2です、どうぞ。 さあということで今ね、あのー、CM 中に美郷、えーえー、工業高校のおすすめはというとね近くのドンちゃんっていうね、うん、スティービーさんがドンちゃん知らない意外です、ね、知,なな知ってると思った、ね、いやだからなんか50円のポ、ね <laughs> うん、テトフライとかはい、はい、なんか200円のタコライス、うん、めっちゃ安いね多分ね500円持ってったらお腹いっぱいになりますなるマジか飲み物もつきます、うんうん、ついてるの200円でもついてるの、うんうん い百円でそういろんなものが買えるから結構大きい<ー>アイスティーが、うん、あなるほどね、うん、これも学生にもあるだね、うん、おひあのー、優しいね、うん、さあということで、えー、ねあのー、おあ一旦終了しますはいはいはい、えー、職場見学が来ているねこの番組でございますけど、えー、全く関係なく、えー、お酒のお話をしたいと思います <laughs> じゃあまあ本職の話を、はい <laughs> はい 今日はね、ここかな、はい、はい、これブレッドバーボンというバーボンです。うんうん、はい、終わりますね。<laughs> そんだけ？えっとね、<laughs> うん、これ1960年代の実はアメリカの初期の頃のバーボンを復活させたやつで、1987年に、えー、この一族のトムブレッドという方が。うん ひいじいじちゃんが作ったバーボンなんとか復活させたいぜということで、うん、127年ぶりに当時のレシピを再現して復活させたのがこのブレッドバーボンというバーボンあんまりまだね聞かないですけども、うん、結構なんだろうなお値段もお手頃だし、うん、味もしっかりしてるしうん、うん、バーボン好きはね絶対いけると思いま,すまあこれねあのボトルもほら。 ね、こうあのボーギーとかがやってたようなねぐらいのこう,うまあこうちょっと脇には入れられないけどなあでも前に話したんですけど、うん、昔のバーボンって大体こんな平たい形が多いんですよなぜかっていうと、うん、これブーツに入れれてたんですね <laughs> これブーツに入るか <laughs> ブーツの脇にこうやってああだから澤田賢治はほらジャケットからね、はい、こう出して。 ね、やってましたけどね当時はカーボーイブーツじゃないですかうん、うん、あれの横に入れて、うん、まあ馬に乗りながら飲めるために痛そうだなだから馬の振動とか瓶のあれでね、うん、こういうのを入れてたんですあー、ね、で,で、まあ、これはもう,もうあのいわゆるおじいちゃん おじいちゃんのレシピ？そうそう1960年当時のレシピと言われてますね。あ、ごめんな、ね、さい1860年です、ね。1800ですか、はい、？1860年もう150年以上前の。うん、西武時代の西の開拓開拓時代ですね。で,で<ー>特徴の一つがねえっ、ー、とライムギの比率が結構多くて、うんうん、でだいたいバーボンっていうのは51%以上トウモロコシを使っていることって決まれているんですが。 その中でこれはコーンが68%で、うんえー、ライ麦が28%でうん、うん、大麦が4%っていう比率なんですね。うんうん、今はでもどちらかというとちょっと大麦を多めにして、うん、でちょっとなんだろうなドライな感じにする傾向にあるんですけども。うん、なるほど。それがちょっと昔の比率でちょっとまあコーンとライ麦を多めにして。えー 通常の大麦はちょっと少なめに4%しか使っていないというところが特徴の一つです、ね、なので割と、えー、甘くてパンチがありますまあガツンとくるだろうな、はい、西部開拓時代だからな、はいはい、でも甘いんですよ甘い、うん、ほうこれやっぱロックかなロックですね個人的にまあストレートでもね美味しいですよストレートちょっときつそうな感じするから何かあのなんだろうな 麦はあんまり使ってないのに焦がした麦の味がするというか <laughs> そんな感じですねじゃあちょっと香ばしいですね最初ちょっとこう,う <ん S 2> ストレートでちびっとこうね飲んでこうチェイサーで飲んでみてその後まあロックにするもよしみたいなね、うんはい、はあまあそうですね、うん、でも個人的には僕はバーボンはロックの方が好きなので、うん、やっぱりこれもロックに合うバーボンかなうん 感じですね、気になるこうお値段でございますけどねおいくら万ぐらいええー、600円で,でも安いな、はい、だからお値段もってことで <laughs> いいねですよねで、うん、最近ねあの前になんかもうニュースになるぐらいなんですねニュース番組見てたらウイス,スキーの高騰してるっていうニュースが出ててああもうニュースになるんだなというぐらい 高騰してます山崎がさあの、ほら、もう何回もこの番組でも話するけど、はい、えー、あの、な、なに、えー、代引きは不可ですってさ、代、はい、<laughs> 引きできんわな。<laughs> できんわな。あれ、何百万だ、え、何千万あのねえー、っと、うん 実はちょっと前に去年にあのこの楽天で売ってた時は一番最初500万だったんですよ500万でもバカじゃないのと思ってたらその半年後に千 <laughs> 1> 約1000万になってて。 えってあの時500万で買っときゃ半年で500万儲けたじゃんって思ってたら3月今年の3月にえ本上海だ上海のある実業家の方がオークションで落札したということでその落札最終価格が3200万これ1本ですよ3200万であの日本ウイスキーがねめちゃくちゃこう今高騰してよバブルなんですよだからこう楽天市場ってあるでしょ あれで見てごらんねばかみたいな数字になってるよ、うん、日本もうだからウイスキーってやっぱりほら最低でも10年ぐらいを寝かせないと商品にならないんですよ。空、うんうん、す、ね、クースってわかるでしょ泡盛の古酒って聞いたことないあれ大体3年ぐらいからあの古酒っていうふうになるのね、はい、沖縄の,の泡盛はあ<ー>だけどウイスキーは最低でも10年、うん、12年15年とかねそうですね っていうようなのが一般的だから、今作っても10年待たないといかんさ。でももうないわけ。そのもうクラあのクにねないんですよ。めっちゃ高騰で誰が買うかって言ったらやっぱお隣ですよね。ちなみに中国の人が買ってる。そのまあ3000万ついたのが山崎の50年もんなんですが、50年かかるんですけど50。 樽の中にある間にウイスキーって毎年2%ずつ蒸発していくね。減るんだよね。じゃあ、はい、毎年2%蒸発したら50年後には何残ってますかゼ<ロ> <laughs> いやゼロにはならないですけど、うんうん、実は48%なくなるんですね。マジか半分ですよ。半分ぐらい。泡盛ってほら次足していくけどウイスキーはそれしないので蒸発していって。 かちなみにこれをエンゼルズシェア天使の分け前って言うんですが結局天使半分分けるの半分っか単純に考えても最初に作った量の倍の値段しかもその置いてある期間の保存期間ということを考えるとやっぱ年数がいけばいくほど高くなるんだけどそれにしても日本イスキーはおかしいです。 そのよくってやっぱりスコッチもね高騰し始めてるんですよ、ねうん。アイラなんかもちょっと高くなってるでしょ、今ちょっとなん、ただ、うんうん、アイラウイスキーは、うん、多分あの隣の国の方々にあんまり人気がないんでしょうね。<laughs> あ<の>そ,こそこまではまだ、なんていうのかな、常識の範囲内というか。なるほどね、で、うん、バーボンも今のところはまだあの、うん、高騰は抑えられているので、うん、まあ、 その値段で出せるんですけどもただあのブッカーズがもうとかそういう有名なやつはもうダメですねないですまあ言ったかなブッカーズちょっと前までそれこそドン・キホーテで4000円とかで買えたやつが今ネット見たら2万円ぐらいになってるマジかへえドンキで買っとけばよかったなと買っとけばよかった だってそんなに上がるとは思わないしあれんだったあのコーラスやつんだったあれコーラスやつボトルをそのまま冷凍庫に入れるやつあれジンですかジンめっちゃ高いやつよあれ高騰してるやつ何だったまあかねタンカレーとかもあれはねまだ分かるんですよ限定で出されているので1万本とかで日本に入ってきてるのが確か2,700本ぐらいでまあまあ まあプレミア感っていう意味からは分かるけど日本のはちょっと異常だよねな本当にあの,あの80年代のこう土地転がしのさあのバブルをイメージしてしまうよなそうぐらいだからあ<ー>ウイスどうウイスキー一本3000万だよ <laughs> 高す,ぎ高すぎでしょ高すぎの話じゃないよなそれを買った人がいるんだよいや遅れるわけだからどん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 値が上がる頭おかしいでしょって話じゃないおかしいよねおかしいですねええー、メッセージも来てますよえー、かずおさんかな米沢さん「ハイサイ熊本からこんにちは」ということで熊本ね大丈夫ですかねねカレーそば食べて汗流そうってえっ何あの カレーそばを食べてあの熊本でねっていうことね、えー、ちゃんおかさんこれ何ブレットバーボン,ーボン味は滑らかでスムーズなどのなのどごしとライ麦由来のスパイシーで複雑な香味 <laughs>、えー、が楽しめる、はい、いつもいつも補足情報ありがとうございます、えー、時間をかけて丁寧に製造される大クだるの豊かなあ方向と 程よい辛さと特有な滑らかさを持った味わいは大量生産とは一線を画した希少価値の高いケンタッキーストレートバーボンウイスキーである。ちなみにですけども、うん、そのバーボンは新樽オークる新しい樽を使わないといけないという法律で決まっているので実はあのその 樽がなかかっったたりりりして、うん、あんまり作れなかったりもするんですよねねなるほどでこれはあのその中でもこういうある意味家族で作っているバーボンっていうのは、うん、まあもうなんだろうこれ木を森を買って木を育ててうん、うん、それから樽を作ってて、はい、でっかい資本があればできるんですがうん、うん、なかなかそういうことができないのでなので、うん、やっぱり生産量もどうしても 数精査になっていただその分ねやっぱりうまいですよちゃんと作られているので。うん、はいえー、ね米沢さん。 響きうまいと思いますうまいと思うけど響き買えないよしもう12年は2年前3年前ですか生産中止になって響きの17年は今年生産中止になりますからあとは響きジャパニーズハーモニーというやつが残るんですけど正直言ってあれはねもう別物ですよ今までの響きとはちょっと違う違う今響きってどれぐらいで売れる どっちですか17年ですか21年12年12年ぐらいで12年今買おうと思えばまだ買えるまだ買えますきちさんが3人4人ぐらいいればああ4人定価いくらなの響の12年はいくらだったかな6000円か7000円ぐらいだったと思いますマジでこれ本当に在宅で来てたねえっと響12年で えっとそうですね、森さんが言ってるよ、まあ、うに、ん、7000、約8000ですよね、<ー>そんなもんだったと思いますこれがゆきさん4人だから今ね、僕のところにもそうなんだけども、うん、なんか、ほら、質、え、屋、ー、みたいななんとか鑑定局あるじゃないですか、ああいうん、ところとか、いろんなところから、がんがんね、お酒売りませんかってメール入ってくるんですよ、余ってるお酒ありませんかとか。 ってたもう本当にこれ転売した子はやっぱり利益を上げるつもりなんだでしょうねちゃんおかさんもわざわざ来てるようで楽天で響き4万9800円1万増えてました5人になったよゆき吉さんがうわバカみたいねこの大人の社会ってねそういう泥の中から花を咲かすんだよレくんがなそうだよ あるいはうまく乗って8000の時に儲けて5万円で売るっていうねいやなあいや何か今日は何を勉強しちゃうんだなこの子たちはねまあ最後にちょっと一言ずつ何かあると番組参加してさ番組参加してみてもっと硬い感じなのかなって思ったんですけどめっちゃこれの硬い討論番組なんですよこれ。 本当は政治のことを討論する番組。なんこの番組だけだからね。他の番組は違い。から楽しいです。楽しかった。あ、りがとうございます。さあ、そして。みんな自由で良かったと。君は。やっぱさ。コメンテーターだな。すごいな。すごい、こう、あの、見てる。俯瞰で見てるなその、俯瞰力が、君はすごい。うん、では、最後。はい。 なんか結構大秒数とか出ててなんか結構しっかりしてて驚きました自分は驚いたんだってしっかりしてるさよかったよ残り2分24秒さあ今週の AI ユーミンがチョイスした曲はこの曲ですドド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 ン はい。えー、れんくんがリクエストした、どんぐりころころです。<laughs> さあ、この曲を聴きながら、今週はお別れしたいと思います。えー、リクエストしてくれた皆さん、残念でございました。来週また、あの、頑張ってね、リクエストお願いしたいと思います。<laughs> すっごい、こう、あの、っあったかい感じのね、うん、いいえーはい、あの、雰囲気で。 お別れしたいと思いますね。さすが AI ユミンね。<laughs> さあ、この番組 <laughs> あ、また来週お会いしたいと思います。さよならミサスキービーでしたさよなら <laughs>